ドラム道というドラムの道を追求するっていうことは若い頃もう夢だと思ってたし、うん、それで夢が叶ったのかそうなのかわからない。最初にロックを聴いた時にすげえ、わあ、目をつぶるともうなんかコンサートが想像できるのね。まだその夢を追いかけてます。まだ道半ばです。死ぬまで続けようと思ってます。大学に大学辞めた。その学費を持って東京に行ってバンドやったり、アルバイトしながらバンドやったりしてたんだけど、きっとあの頃夢に向かって動き出した初めての時だったんで、お金はないけどその夢に向かってる感覚がものすごい楽しかったんだと思う。その時のアルバイトはね、高層ビルの窓拭きやってて、ビルからロープ下げて、で窓の外側をこうやって拭くんだけど、っていうか体を動かしてると頭は使わなくていいんで、曲作ったりいろんな音楽のことを考えながら、一番辛かったはずなのにあの頃が一番楽しかったなと今でも思う。東京に出てきて大きなコンテストに参加したんだけれども、雨を避けたロカル海で君は少しずつ、そのコンテストで優勝したバンドは解散してしまって、そっからなんかだんだん商業的に成功していくっていう、なんかどんどんなんか幸せじゃなくなってきて、でその時に自分は何をやってるんだろう、自分の夢は何だったんだっていうことにちょっとずつ気づき出すということになります。じゃあもう一度ジャズをゼロからやろう。うちの田舎四国の香川県ってとこだけど、そこにも一軒ジャズクラブがあって、演奏が始まって叩いてんのに、こらドラムうるさい、他のソロが聞こえんじゃろって言って、もう本番の途中に怒鳴るわけ。それでもうああって叩けなくなって、でそしたらそのマスターが私のところ来て首根っこ掴んで、なんじゃこのざまは、で客一人一人のところにこう連れて行って、おいこいつのドラムはうまかったか良かったか正直に言え、なお客さんも言えませんよね、言えそんなとか言いながら一人一人、おい良かったか言え、もうまたその時にもう終わったら泣いてね、涙が出てきて、ひょんなことから中国に行くチャンスがあって、ブーイーと知り合って、でブーイーの住んでるユエンズに行って、そこがまあ素敵な、私ら外国人は
ああいうのが素敵だと思うの。もう貧乏な生活なんだけど、音は出せて楽器があってバンドがみんな一緒に暮らしてて、それで夜になったらギター弾いて歌歌って酒飲んで、わあここいい、なんかどんどん自分の夢に近づいたかな。自分の夢っていうのはやっぱりそんなスピーカーの向こうにで演奏してるような音楽の神様みたいになりたかったわけで。彼らを見てると自分の若い頃を思い出すのね。で彼らのために、ね、何かをやってると常に自分がその初期衝動の中にいるような、感じになるので幸せ。中国の若者が自分を見る目が、ああ自分の夢は日本じゃなくニューヨークでもなく中国で夢が叶ったんだ。中国人は爆風スランプを知らないから、ファンキー末吉しか知らないから、もう中国に来て中国ロックと出会って32年、もう人生の半分以上中国ロックと共に過ごしてことは、若い頃もう夢だと思ってたし、死ぬまで続けようと思ってます。